今回は2021年6月の新車販売ランキングが出ましたので、そちらを紹介していきたいと思います。新型ハリアー、ベゼルは何位になったのでしょうか？いつもご視聴ありがとうございます。イビキン TV、僕はネズミことイビキンです。今回のランキングには新型のベゼルが入ってきてます。そして新型のハリアーは何位に入っているのでしょうか？21年上半期のランキングも発表されています。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。それでは50位から41位を見ていきます。番組の最後には上半期1月から6月の新車販売ランキングも発表します。ぜひ最後までご覧ください。まず50位が CX-3 で495台。49位に IS300H625 台。48位に RX450H で692台。47位にマーチ693台。46位に RX300、708台。45位に CX8、767台となっています。44位、ハイエースワゴン、784台。43位、エクリプスクロス、809台。42位、マツダ2、898台。41位、エクストレイル、902台となっています。続きまして、ランキング40位から31位を見ていきましょう。40位が UX250H 911台。39位、ジムニーワゴン916台。38位、CHR で918台。37位、エスクワイヤー1007台。36位にトール1118台。35位にマツダ3 1121台となっています。34位、カムリ、1153台。33位、シャトル、1175台。32位、CX5、1176台。そして、31位に、スイフト、1219台となっています。続きまして、ランキング30位から21位を見ていきましょう。30位、クロスビー、1221台。29位、レボーグ、1296台。28位 CX30 1376台。27位フォレスター1678台。フォレスターについては大幅改良モデルが8月に発表予定。今現在先行予約受付中となっています。26位ロッキー1705台。25位オデッセイ1863台となっています。24位クラウン2090台。23位ランドクルーザー2346台。ランドクルーザーについては新型が発表されています。最高級グレードの GR スポーツで770万円となっています。22位インプレッサー2346台。21位にステップワゴン2444台となっています。続いてランキング20位から11位を見ていきましょう。20位、アクア2460台。19位、ソリオ2509台。18位、キックス2633台。17位、パッソ3306台。16位、フィット3393台。15位、シエンタ4167台。14位に、プリウス4168台。13位、ノア4236台。12位、セレナ4269台。11位にフリード5024台となっています。それではランキング10位から1位を見ていきましょう。第10位がラブ4で5566台。9位、9位になんとベゼル5692台。ベゼルの売り上げは5月24日時点で3万2000台を超えたことをホンダ自動車が発表しましたが、先月の販売台数は正確には5692台でした。8位、ライズ6725台。7位、ボクシー6791台。6位、ノートで7076台。5位にハリア7235台。ハリア本当に大人気ですね。よく売れてます。先月よりも売れています。4位、アルファード9151台。アルファードも本当によく売れていますよね。
そして2021年6月の新車販売ランキング3位がカローラ9189台。カローラについては7月2日カローラ、カローラツーリング、カローラスポーツが一部改良となっています。来月も売れてベスト3は確定でしょう。そして6月度第2位がルーミー 14,337 台。ルーミーも大人気ですね。本当によく売れています。そして2021年6月の新車販売ランキング第1位は先月に引き続いてヤリスとなっています。販売台数は 14,937 台となっています。ヤリスについてはヤリスとヤリスクロスを足した販売台数となっています。ということで6月の新車販売ランキングを発表しました。皆様の気になる車はありましたか？皆様の愛車やお気に入りのポイントなどを教えていただけると大変嬉しいです。また納車待ちの方は納期を教えていただけますと、これからご購入を検討されている方の参考になります。ぜひよろしくお願いします。続きまして新型アリアの月別販売台数はご覧のようになっています。常にベスト10の上位にランクインしている状態です。2021年の6月の販売台数が加わりまして、2021年になってから 48,271 台売れています。2020年の 56,536 台を足しますと合計で 104,807 台売れています。フルモデルチェンジして1年が経ちますが、まだまだ売れている新型ハリアーとなっています。皆様の購入したグレードや、また今現在お待ちしている方は納期などを教えていただけますと大変嬉しいです。続きまして2021年上半期の新車売上ランキングベスト50です。50位リーフ4003台、49位ハイエースワゴン4634台、48位 CX3 4703台、47位 UX250H 4711台、46位ベルファイア4845台、45位マーチ4942台、44位エクリプスクロス5246台、カムリ5985台、42位エクストレイル7016台、41位エスクワイア7219台、40位シャトル7767台、39位クロスビー8005台、38位トール8289台、37位デリカ D5 8378台、36位ジムニーワゴン8705台、35位マツダ3 9237台、34位オデッセイ1524台、33位 CHR 1884台、32位 CX8 1963台、31位ロッキー11220台、30位 CX30 11661台、29位フォレスター11692台、28位スイフト12253台、27位 CX5 12460台、26位クラウン12727台、25位マツダ2 12750台、24位インプレッサー15723台、23位レボーグ17564台、22位ランドクルーザー18540台、21位パッソ18778台、20位ベゼル2103台、19位アクア2119台、18位キックス21193台、17位ステップワゴン21262台、16位ノア25229台、15位プリウス26791台、14位ソリオ27251台、13位ラグ4 28383台、12位フィット29686台、11位セレナ32283台。以上が2021年の上半期新車売上ランキングベスト50位からベスト11位までです。それでは2021年上半期売れた車ベスト10を紹介します。第10位がシエンタ33753台、9位がフリード35551台、8位がボクシー41101台、7位がノート46879台、6位がライズ47965台、そして第5位ハリア48271台、第4位カローラ53864台、第3位アルファード56778台、第2位ルーミー77492台。ハリアとアルファード大人気です。2021年上半期新車売上ランキング第1位はヤリスで、ダントツの 119,112 台となっています。ヤリス、ヤリスクロス、GR ヤリス合わせてこの数です。さすがヤリスです。
最後までご視聴ありがとうございました。高評価、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。皆様の高評価やコメント、チャンネル登録が動画作成の励みとなっています。これからも新車情報などいろいろな情報を投稿していきたいと思います。